女の子の子自殺率が高いいや男のじゃあ調べてみ絶対男性の方がまあそう児童は分かんねえよ中学校高校の時は分かんねえけどトータルで見たら多分男8女2とかだと思うよあ自殺件数ちょっと見ようぜ男性がおへっおでも2万人なんだ男性が1万4,000人で女性が6,000人だって今 男性が1万4000人、女性が6000人だって。この時何があったんだろうなんかさ、1997年に男性の自殺数倍になってんだけどさ、これ何があった今まで1万人ぐらいだったのが2万人に増えてんだけど、これ何があった ?1995 年から2 0千九1997年。 いや、バブルはもっと前、もっと前。リーマンショックって2000年前半じゃなかったっけなんでこんなに倍増してんだで、今は、その、当時に戻ってる。リーマンショックって2004年とかじゃなかったっけいや、明らかに前。1997年か8年。松坂大輔のじ時代に倍になってるわ。 阪神淡路大震災。被災してそのまま勢いで死んじゃえみたいな。ちなみに日本ね、これ。たまたまでこんな倍増するかな。ものすげえ数。女はちなみに、微動だにしてない。その時期も。男に何かあったんだろうな、この時期。だって、震災とかが原因だったら多分女性にもそういう理由あると思うんだけど、女微動だにせずに、ちょ、そのマップ見るか。これなんか、 知りたいわ見て見えるこれほらおかしくねこれここ何があったここ答えあったナイス 平成10年に日本で自殺者数が急増した理由を知りたいです。バブル崩壊後、1997年に銀行が破綻し、大企業、ああ大企業、た、なるほどね。余波か。で、サラリーマンがバンバン死んでったんだ。もうこれ見てわかるだろう。もう男性がいかに、男性がいかに社会で、 厳しい立場にあるか職を直しなくして死んでったんだろうなでそうやって考えるといい時代あの戻ってきたんだねその経済は上向いてるというか慣れて慣れたのかもしんないなこれがデフォルトなんだろうっつってまあでも死ぬのは本当最終手段だよな でもさ、働いてたりするとさ、学生とかだったらさ、まだ助けてあげれるじゃん。でも働いてるサラリーマンが死ぬのってマジで助けてあげられないからね。な奥さんとか子供がいたりしてさ、お金がないとかさ。マジでもう、なすすべなく死んでいくもんね。なすすべなく。世界の男女自殺率、見ようか。 どこが一番死んでるか見ようぜ。かなり俺的には、おもろいデータ。えー、女性自殺率が高いのは、こっち、あ、上か。で、男性自殺率が高いのは、こっち。寒い国は結構男性が死ぬんだな。そういう傾向にありそう。なんでだろう。寒いからもう死んじまおうみたいな。 ものすごい高いねポーランドとか寒い寒いえ寒くないポーランドとか寒くないロシア北朝鮮とかはあれなんだね男女同じぐらいなのか 日光が足りなくて鬱つんったら、へえ。ー。そういうことなんだ。確かになんかあったかい地域って陽気なやつが多いイメージがあるわ。いや、自殺率なんて日本なんか低い方でしょいや、低くはないけどもっとはいるでしょ自殺率イコール10万人あたりの自殺者数。あ、まあ、結構高い行為にはいるんだね。 うーん。ワースト6位なんだ。韓国1位。やっぱ北朝鮮、南朝鮮がバンバン自殺してんだね。ガイアナ。何このガイアナって国。知らねえんだけど、ガイアナ。どこガイアナ。知らない。あはは。 南アメリカにある国へえ知らない初めて聞いたガイアナあほら旧ソ連やっぱ旧ソ連男は死んでんだよ何だろうらしいっすわどうやら皆も死なないように <laughs> 小学生の自殺率 なんでこんなに得の高い放送になってんだ自殺についてみんなで考えようみたいな。小中学生の自殺原因1位は学業不振。マジで嘘だろ勉強できねえからっつって死ぬってことマジで らしいよ。総じて子供の自殺率は昔の方が高くなったあ、今はやっぱ自殺減ってんだ。意外に思われる方もいるでしょう。戦前期ではほぼ全ての時期で自殺,自殺率10%のラインをこめ超えています。あ、やっぱで、ね、じゃあ、なんか昔は良かったなとか言ってるけど、じじばばのざれ事だったんだね。今はやっぱさ、あの、透明化されてんじゃん。ネットとかも発達して。 やっぱ幸せな環境になってんだよ幸せな環境にだっていじめなんかしたらもうすぐバレんじゃんでっかくニュース取り上げられてさだいぶまあ最近ちょっと上がってんのか最近はほんと現代に生まれてよかったこのアホみてえに。 戦争、戦争行かなきゃいけねえ、みたいなさ。困ったら N 校入ればいい、みたいな。絶対嫌だわ。なんでこういう男女の違いとかいろいろ、今日は得の高い放送になってんだよ。気になるだろうが。普段俺家にいるとき、ものすごい、こういうの見てます、いつも。うつ病、 ええー、女の方がうつ病。あ、やっぱ女って精神も弱えんだな、肉体だけじゃなくて。そうだよな、俺なんかそれ、すごいさ、女性はさ、男性って精神弱いよねっていう人多いけど、俺絶対違うと思ってたの。絶対女の方がさ、精神弱いやつ多いなって思ってたけど、やっぱそうなんだね。単純に肉体が枯れ果てて死んでんじゃん、男は。過労死じゃん。 ホームレスになってでも生きながらいてんじゃねえか。リストカットとか見てくれよ、これ。あ、リストカットは女性が多く、団地で多くて自殺未遂もするけど死ぬ根性はねえみたいな男は頑張って頑張ってうつ病になって長時間働かされて過労死するか、なんとか、なんとかホームレスになって餓死するか、もうなんとか粘って粘って最終的に自殺するんだ。やっぱそうなんだな 男のリストカットとか聞いたことねえもんな今思えばいやもっとさ女の人になんか俺もっと男女平等にさしてさ女性にも半分になってもらった方がいいと思うぞこうなってくるとこうなってくると頑張れ <laughs> 女性視聴者おやんべえこれ女視聴者リストカット選手権 俺が女性の地位を向上させやっかんな頑張って俺が地位向上に努めよう <laughs> 本気でやっぱそうなんだ男って頑張ってるな本当に俺がじゃあ あんまりさ、褒めてくんねえじゃん、男って。男だから当たり前みたいな。俺褒めるわ、世の男性を。お前ら本当にすげえわ。本当に誇りに思うよ、俺は。日本の男性を。やれ、日本の男は優しくないだの言われてるけどさ、俺は本当誇りに思うね。思うね日本の男性を。よかった日本の男性に生まれて。俺はもうこの、気高き血で生きていく。俺は気高いよ。タバコ吸ってくるわ。 学費出して当たり前みたいなさ。ま、あ俺も各言う、各言う俺も親父のことディスってるけど。今思えばよ、中卒でよ。なあ、家族8人、兄弟8人学校行かしてよ。立派だよ。今思えば。